はい、メントスコーラです。なんかもはやネット動画だと古典なんじゃないかっていうぐらい使い古されたというか、もうみんなやってる、ほらメントスをこうガッて入れるとこうピシャってなるやつやろうとやろうと今更今頃やってどうなんだと思うかも、思う流れ。はじめ社長にね、お会いした時にですね、私ですね、こう、はじめ社長に聞いたわけですよ。どうやったらそんなに再生回数伸びるんすかと。そんなの簡単なんだなってね、こう、まあ、こうはやんなかったけど、言うわけですよ。そんなん簡単だと。メントスコーラやればすぐ伸びると。って本当に言ってたんですよ。本当なのかと。その真偽をまず確かめようと。これはじめ社長が言ってたんだからね。はじめ社長が言ってたんだからきっと本当なんだろうと。いうことで、早速やってみましょう。おう。やるなら丁寧にやりましょうかね。男の子は大好き電動ドライバー、これぐらいのドリルでね。はい、メントスに1ミリぐらいの穴を開けていきましょう。これ果てしないなぁ。よいしょ。1,2,3 これ全部かな。はい、メントスに全部穴が開きました。はい、そしたらこのメントスの穴に糸に、はい、通していきますね。こんな感じでね。これ地味だなぁ。これ再生回数上がんのかな。本当に社長言う通りどうなのかな。 YouTube ってもうちょっと素直な気持ちで動画上げた方がいいのかもしれないですね。いやで再生回数だとかさ、再生単価とかアドセンスだとかさ、あんまそういうこと考えない方がね、なんかいい気がする最近。はい、繋がりましたな。これちょっとおしゃれなんじゃないの、こんな首元に下げとくと。なきゃねえか。でこのキャップのとこ今ね、こう穴開けるわけですよ。どれくらいの穴開ければいいんだろう。えいっす。これじゃちっちゃいか。だってみんなこれごとバーンって入れてブシャーってなってんでしょ。だったらさ、もうちょっと大きくてもいいよね。おお、はい、これくらいの穴を開けましたね。おお、できた、できたぞ。なんか映画のさ、ザ・ロックにこんなのなかったっけ。これをこうシャッて入れてギュッ、シャッて入れてギュッっていう、いきましょう。そういえば僕なんかアダルト向け動画をこれから出すとかなんか言った記憶があるんですけどね。なんか完全に童心に戻ってますけど、これ意外とドキドキするな。こうクッ、ちょっとイメトレしよう。おお、ガッグルッブシュッ、よし、ガッグルッブシュッ、よし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 。あ、俺ほんとやったことないからわかんないな。はー、どうなんだろう。なんか全然予想つかない。大丈夫かな。いや、いっちゃう。あ、怖い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 。いきますよ。うん、おおおおおお。